表彰に戻ります、はい、続きまして助演女優賞の表彰です。 And now let's proceed to the Tokyo Drama Awards 2015 Best Performance by an Actress in a Supporting Role。 フジテレビヒーロー吉田羊さんです。ステージの方へお越しください。おめでとうございます。トロフィーは松下副大臣より贈られます。おめでとうございます。どうも、最近お忙しそうですね。とんでもございません。とんでもございません。本当に。いや、この役も実にあなたにぴったりという。そうですか。ありがとうございます。私の女優人生における初めての女優賞でして、またその賞がやはり大きなタイミングポイントとなったこのドラマヒーローでの受賞ということで、本当にドラマの大きな力を感じておりますし、チームヒーローの皆様お一人お一人、そして他でもない木村拓哉さんに心を込めて感謝を申し上げたいと思います。でも僕がぴったりと言ったのは、あなたはいろいろな役をやって全てを演じ分けてますよね。そうですか。わあ、今年一番嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。だいぶ今年も終わりに近いんですけど。おめでとうございます。おめでとうございました。東京ドラマアワード2015助演女優賞はフジテレビヒーロー吉田羊さんでした。で、今度は助演男優賞の表彰に参りましょう、はい、Now let's proceed to the Tokyo Drama Awards 2015 Best Performance by an Actor in a Supporting Role。 TBS 天皇の料理番 NHK 花子とアン鈴木亮平さんです。ステージの方へお越しください。おめでとうございます。トロフィーは松下副大臣より贈られます。おめでとうございます。いや、あなたはね、不思議なことにちょっと前の日本のドラマには欠かせない役者さん。あ、そう、ちょっと前ですか。昭和よりちょっと前ぐらい。あ、昭和よりも前ですか。あ、ありがとうございます。両方ともだって素晴らしかったですよ。あなたが一番存在感ありました。あ、光栄です、本当に。自分の中でもすごくこれまでの仕事の中でも最も愛情を注げたなという自信はすごくある2つの役ですので、その役でいただけたというのが本当に嬉しいですし光栄です。素晴らしいお芝居を本当にありがとうございました。おめでとうございます。東京ドラマアワード2015助演男優賞は TBS 天皇の料理番 NHK 花子とアン鈴木亮平さんでした。おめでとうございました。続きまして主演女優賞の表彰です。Now let's proceed to the Tokyo Drama Awards 2015 Best Performance by an Actress。 TBS 天皇の料理番黒木華さんです。ステージへお越しください。おめでとうございます。トロフィーは松下副大臣より贈られます。おめでとうございます。いや、もうあなたのお芝居拝見してて、日本人の女性って昔から強かったんだなと思いました。そうですね、本当になんかお互いを支え合える夫婦っていう役をこの年で経験することができましたし、スタッフの皆さんもより良いものが出るようにってすごく粘ってくださって、本当にいい経験ができました。いや、でも素晴らしい、いわゆる激動の時代を生き抜いた女性の本当になんかこう魂みたいなのも感じましたよ。嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございました。で、主演男優賞の発表です。 And now let's proceed to the Tokyo Drama Awards 2015 Best Performance by an Actor。 TBS 天皇の料理番佐藤健さんです。ステージの方へお越しください。
おめでとうございます。トロフィーは松下副大臣より贈られます。おめでとうございます。ここで松下副大臣はご公務のため退席されるということです。ありがとうございました。松下副大臣、ありがとうございました。いや、やはり役としてはあれだけ難しい時代を、その中で自分の所思を貫徹するという、ちょっと難しい役かなと。難しかったです。人一人の一生を自分一人で演じさせていただく経験も初めてでしたので、あとは書体も持ったことがないので子供に対する接し方だったりとか、妻に対する接し方だったりとか、すごく難しい経験をさせていただきました。まあ、あれだけ一生を描くっていうのが、本当は一生を描くのが大河小説であり、そこから発生したのが大河ドラマなわけだったんですが、なんか僕はね、 TBS の大河ドラマを見たような気がしました。すごく嬉しいです。本当にありがとうございます。素晴らしい作品でした。ありがとうございます。おめでとうございます。東京ドラマアウォード2015主演男優賞は TBS 天皇の料理番、佐藤健さんでした。